皆さん、こんにちは。今日は2024年1月29日月曜日です。今日のテーマは中国の大手不動産企業ですね。の不正行為があります。被害者、従業員さんなんですよ。従業員さんに対して自社株を購入しろと、買えと言われます。もし買ってくれなければ、 クビにするよと言いました。これについて話をします。そして中国のサッカー協会ですね、これは中国政府の組織ではありますが、南米、またアフリカの子供さんをたくさん受け入れます。愛国教育をしますし、今後中国でサッカー選手として活躍してもらうんです。まあ、こずですね。そして中国政府ですが、 後海の安全を守るでしょうかこれについても話をしたいと思います。情報が多いので少しずつ話をしたいと思います。一、風刺派は後海の攻撃があって中国政府は動き出しました。中国政府外務省ですが発表しました。航海地域の安全と安定を各国と一緒に活動して 守りたたいでですすと言ったんですよ。この発言はですね、みんなびっくりしました。この間動画でも話をしましたが、今回ですね、アメリカ側の情報がありまして、実はですね、中国政府はイラン政府に要請をしました。フーシ派の攻撃のことについて、効果の通行はですね、できるように調整してほしいんですよ。つまり、攻撃をやめるではなくて、 攻撃の回数あるいは規模をですね、調節するようにしましょうと。これ以上ですね、こうでの通行ができなければ、イランと中国の外交の問題になるんですよと警告しました。そして、イランと中国ですが、の会談ですね、何回もありました。でも、話の内容は公開されていません。中国政府の話では、 中国の貨物船ですね。やはり貿易が大事ですから、航海での通行ができなければ困ります。そして、風刺派に要請していくルートがなくて、それでイラン政府に要請をしました。まあ、イラン政府ですね。風刺派のことを指示しましたので。これについて、風刺派はですね、実に中国からの願いですね、あったんですよ。でも、風刺派は説明しました。風刺派の攻撃とは、 パレスチナ人を支持するためであって、中国の要請を受け入れることはできません。ただし、中国の船でしたら、事前に教えてくださいと、我々は攻撃しませんよと説明しました。これについて、イラン側も積極的ではないような状態ですね。中国の会社はですね、イランから安いタブクで石油を買っていますので、イラン製の石油はですね、 国際価格より安いんですよ。原因はですね、アメリカの制裁を受けていますので、他の国にはですね、買ってくれませんので。しかしですね、中国の石油ですが、イラン側からですね、輸入する石油は10%ほどしか占めていません。つまり、そんなに量いっぱいあるわけではありません。中国政府は、サウジ、またロシアの関係ですね、大事なんですよ。 これでわかるのはですね、中国は中東地域においてはやはり影響力はないんです。ものをですね、買ってくれるお客さんなんですね。あの、中東側にすればですね。買ってくれなければ、でも、えー、困ることはありません。これについてアメリカ側の情報ですが、ワシントンの高級官僚はですね、中国政府に実は何回も要請しました。中国の影響力を使ってもらって、 イランに圧力をかけてほしいですと。目的はですね、風刺派にやはりおとなしくなってもらいたいですよ。という話があったんですね。これについて先週とかの動画で話をしましたが、アメリカ、またイギリスですね、何回も風刺派の基地を空襲しました。 でも、風刺シはですね、いくら攻撃されても、あんまり影響はないんですね。やはり引き続き、効果の終業戦に向けて、ミサイル、まだドローンをですね、発射していますので、中国海軍はですね、実はそこでパトロールしているんですよ。なのにですね、全然活動しません。他の国の貨物船ですね、の SOS の信号をですね、受け取ったんですが、でも無視しているんですよ。 つまり、中国の軍艦はですね、風刺派の攻撃のことを無視しています。でもですね、そこにはやはり、米軍の軍艦も止まっていますので、それを見ているわけですから、すごい気持ち、大体ですね、わかると思いますが、気持ち悪いんですよね。これで、アメリカにしても、イギリスにしてもですね、空襲はするんですが、ある程度やってるんです。1月27日、石油を運ぶ船、 これはですね、イギリスの船ではありませんが、イギリスで登録した船ではありますが、マーシャル諸島の国旗を開けていました。そこで通行しました。フシーシーは飛んできたミサイルの攻撃を受けましたが、でも消化できて安全な港へ移動はできました。これで判断できるのはですね、イランは中国政府の要請を受けないのが今の現状です。 また1月26日、タイで、王儀とアメリカの国家安全保障問題大統領補佐官、サリバンさんと会談しました。これに関して、アメリカは休みに入ってですね、うん、報道はありませんが、でも中国の報道ですが、直接会談して意見を交換しました。とても価値のある交換は、情報交換できて会談できましたよという情報ではありますが、 そして今の情報では中国政府ですね、やはり焦ってきました。原因はですね、効果の通行はやはりとても大事であって、世界の物流ですね、コストが急に上昇しました。試食を受けるのはですね、やはり一番である、まあ、中国ですね、貿易の大国ですので、最初ですね、中国政府は気にしませんでした。航海とはやはり我々には関係ないと思っていたんですよ。しかし今となって、 大変ですねと気づいてきました。欧州、またアメリカ向けの輸出がですね、できなくなってしまうんですよ。被害者は自分ですよねと分かってきました。またイラン政府に対して、やはりですね、要請しても聞いてくれませんし、ただしですね、これからがもっと大変だと思いますので、これからですね、もしトランプさんが もう一回ですね、大統領として登場すると、イランはですね、かなり大変になるというふうに思います。トランプさんはですね、大統領の時代でしたが、イランをですね、何回か攻撃しようかという考えはあったんですよ。そして、自分がですね、攻撃すると承認したんですが、その後ですね、取りやめたという話もあったんですよ。つまりですね、もしトランプさんがもう一度大統領として活躍すればですね、 そこで中国の影響力を変に期待して、イランとの交渉してもらうという考えは、まずはないと思います。そして、中国の仲間、一つですね、減っていく可能性もあるんですよ。つまり、イランはですね、亡くなる可能性は高いんですね。あの、中国との関係はですね、中国の仲間としては、一つですね、亡くなる可能性は高いんです。また、中国政府のメディアですね、この間、ずっとですね、報道しました。あるいは自慢もしました。 風刺派は自分の仲間ですよと、世界の物流が止まるとですね、我々には有利ですよね。世界の工場は再びフル稼働ですね。そういう話があったんですよ。しかしですね、これが中国政府の狙い、あるいは作戦、目標ですね。実に失敗です。まだ失敗です。中国の船は自由に通行できて、あるいはですね、大丈夫ですよと言われても、 物流がですね、運ぶ船は中国の船だけではありませんので、やはり量が少ないんですよ。外国の船にはですね、やはり中国製の部品たくさん積んでいますので、物流とは世界のものですから、そして世界の大手船会社ですね、外国の会社がやはり多いんですよ。他の船がですね、みんな航海を通行しないわけですから、中国の会社もショックを受けてしまうんですよ。 また、イラン政府の内部の情報ですが、イランにとって中国はですね、とても大事な国ではあります。しかしですね、風刺派以外に、ガタチューク以外にも、レバノンとか、シリアとか、イラクにもですね、イランの代理人ですね、やはりいるわけですから、イランは中国のことですね、大事ですよと、両国の使いは大事ですよと思ってはいます。ただし、中国以外の代理人、 同盟国との関係も無視はできません。なので、イランの国益、未来に関わっているんですよ、という話があるんですよ。つまり、イランにとってですね、中国は、あくまでですね、安いお金を出して、自分の石油をですね、買ってくれるお客さんなんですね。金額は安いわけですから、感謝はしていません。それが今の現状なんです。次ですね、サウスチャイナ新聞社の元編集長は、 香港の政府のことを批判しました。内容はですね、北京政府が大事と思って、毎日コマスイスしかしないんですよ。毎日何もしないんです。香港はこれでどんどん衰退しています。香港政府の官僚は国家安全法が実施されて、自分は何もしない方がいいですよねと思っています。つまり、北京政府からの指示待ちですね。そして、ウォーマーリズム。 つまり内容はですね、あんまり意味はない、あるいは形だけ強調する文章ばっかり考えています。勉強もですね、北京政府のスローガンですね。これは北京政府の責任ではありません。香港は返還となって、北京政府は香港のことを普通の大陸にある都市にしようとしていませんでした。大陸にすれば香港というのは 外国との架け橋なんですよ。香港があるから改革開放があって、一国二制度あります。しかし2020年国家安全法実施されて、香港の官僚は楽になりました。香港の官僚にすれば、これから北京政府の指示に従うだけでいいですよね、と思っていました。この考えは間違いです。北京政府は資本市場、 資本主義市場、資本主義社会の香港を管理する経験がないんですよ。香港の未来はどうなるでしょうかと。香港の官僚はみんな考えていません。北京側の指示待ちですね。また北京政府の笑顔を見たいわけですから、北京に行って勉強もしていますね。これでわかるのはですね、香港の学者はですね、まだわかってないと思いますが、 現在ですね、中国の大陸であっても、香港のことをですね、ある意味バカにするんですよ。国際金融センターの跡地ですよね、と、みんな評価しています。しかしですね、多くの香港の方はですね、思っているかもしれませんが、香港の官僚が悪いんですよね。何もしてくれません。習近平はですね、香港で国家安全法を実施したときですね、香港人の行動、 あるいは、抗議ですね。カジトを鎮圧したんですよ。このことはですね、忘れたかもしれませんが。中国政府の目的はですね、香港のことを普通の都市にしたいんですよ。それ、ただしですね、最初の目的は、深圳ですね。これから香港の代わりになるよね、というふうに判断しました。でも、この判断は間違いですね。香港は香港です。深圳とは関係ないんですよ。香港は大当たりですね。 新鮮が出てくるという考えは間違いです。香港が終わったら、まあ、終わりですね。それしかないですね。なので、中国政府ですね、香港にしても台湾にしても、実はですね、潰したいんですよ。原因はですね、香港の国民にしても、まあ、あの台湾人にしてもですね、やはり豊かなんですよね。これで中国政府にすれば都合悪いんですよ。 次です。3。中国の大手不動産企業である、緑地集団緑地グループがあるんですよ。この会社ですね、に勤めていた元従業員さん、24名ですね、摘発、通報、手紙を公開しました。自分の名前の上に親指ですね、印つけて、また身分証明書の ID ですね、コードを書いて、連絡先も書いたんですよ。そして、内容はですね、話をしますが、 緑地グループはですね、従業員さんに対して脅迫、または嘘の情報を提供しました。投資しなければ首にするよと言われました。2019年7月、全従業員を対象にして、共同富裕を実現するために、ある施策ですね、作りました。全ての従業員さんに対して、幹部でもですね、緑地の自社株を購入しましょうと。 一つの部署の責任者ですね。これは部署によって、地域によって、子会社ですので、やはりボランスギアでですね。ただしですね、担当に対して、最低でも、こんだけの株ですね、購入しろよと言われます。この株はですね、自分でお金出して購入していいですし、幹部ですね、自分の部下と話し合いで決めてもらってもいいんです。この24人ですね、自分のことを被害者ですよと主張しています。 全国各地域にある緑地グループ、子会社の幹部として活動していました。当時ですね、3万株を購入したんですが、合計908万円を投資しました。もしですね、当時は拒否したら、免職、首ですね、されるか、あるいは、平社員となってしまいます。当時、緑地グループの約束としては、株を購入してもらって、会社は成長しますから、配当金も 分配してくれます。しかし、業績が良くないので、配当金はないんですよ。当時2019年購入しましたが、1株あたり1株ですね、金額は2.66元でした。2021年の株価は2.7元となりました。しかし、2023年の後半となって、緑地グループは自分の株ですね、自社株を売却すると、金額ですね、1元ですよと設定しました。 また持っている株の10%だけ売却していいですよという条件も作りましたか。これで従業員さんは24名ですが不公平騙されたと政府に訴えましたしかし話題となっているのは緑地グループとは上海市政府が運営する国営金融なんですよ大手不動産の中においては財務の問題はまだ良かったと言えますしかしですね やり方としては、自分の従業員さんに対して、やはり株を買ってもらうんですね。強制的に買ってもらうんですよ。2.66円で買ってもらって、1円で売ってもいいですよ、となったんですね。これも同じでしたけれども、広大グループはですね、自分の自社株を買えとは言いませんが、金融商品を発行するんですよ。最高利息ですね、25%なんですね。 従業員さんに対してこれは一つの福利厚生ですよと言ったんですよ。従業員さんですね。従業員さんはまた広大グループですね。の不動産を肩にぎわ間ですね、これはチャンスですよねと思うんですよね。年間利息は25%ですから非常に美味しいですねと思ってしまうんですよ。これで従業員さんはですね、家に帰って親戚とか仲間ですね、友達、同級生ですね、どんどん声をかけていくんですよ。 みんなですね、お金を集めて、自分の会社に、まあ、金融商品ですね、買うんですよ。ある意味、投資ですね。これは、広大グループの入れ方ではありますが、緑子グループはですね、自社株を従業員に買ってもらうんですね。高い金額で買ってもらって、売るときは安く設定するんですよ。これはですね、まあ、どちらもどっちらですよね、というふうに思いますが、 これがですね、中国の会社大手企業のやり方なんですよね。つまり、中国の大手企業ですね、実は従業員の行動とですね、大事にはしていません。あの、利用ですね。まあ、どれとしか思っていません。従業員とともに成長するとか思っていないんですよ。次ですさ。中国のサッカー協会ですね。中国政府の機構である、体育総局にあるサッカー組織である、 最近あることを発表しました。すごいことですね。話題となっていますので、南米アフリカで人材を募集していて、子供さん200名前後ですね。年齢は10歳前後から16歳前後なんです。まあ、人材を求めるわけですから、求めて、えー、募集して中国に来てもらうんですね。中国の福建省にあるサッカー訓練基地があるんですよ。 そこで訓練を受けてもらいます。また、外国の監督さんを雇って、子供はですね、小さい頃から、まあ、訓練してもらいます。また、中国の学校もあるわけですから、中国語、中国の文化、歴史もですね、教えていくんですよ。そうすると、世界で最も、高いチームですね、これで作ることが可能です。さあ、技術も子供さんはですね、成長するんですよ。 そして、中国を愛するという心も成長するんですよね。やはり中国語も、中国語の、中国の文化も歴史もですね、教えますから、まあ、愛国教育ですね。そういう人材はですね、中国の各地域にあるサッカークラブがですね、選んでもらうんですよ。このプロジェクトを実行するのは代表ですね、ボルシア、ドルトムント中国サッカー学院が担当となります。中国のサッカー協会が ま協力をしていくんですよっていう意味ですが。中国のメディアですね、これについて、えー、何度かですね、話をしてくれました。中国の男子サッカーですね、A にはもう無理でしょうか。中国サッカーファンもですね、いりますけれども、とてもショックではあります。中国サッカーですね、何をやっても失敗なんですよ。国民の健康、子供の体育、健康には全然力を入れません。 試合もそうですし、サッカーの腐敗の問題もそうですし、サッカーの賭博の問題はですね、解決しません。なのに、外国人ばっかり入れますよね。サッカーの環境をやはり良くしなければ、最後は失敗するよねと、それは決まっているんですよ。そういうふうに評価されています。去年12月、中国の有名人、元サッカー選手さん、李哲さんですね。 去年12月に逮捕されましたが、今年1月ですね、あの45歳ですが、とても元気なんですよ。真相発作で亡くなったよねっていう噂はあったんですよ。1月4日の話ですが、でもですね、1月6日から9日、連続3日間ですね、中央テレビ一視チャンネルですね、20時から30分っていう報道があったんですよ。リーさんの反省です。なのでリーさんはですね、現在は、 行方不明なんですよ。この方がですね、実はものすごい有名な選手ではありました。有名な監督でもありました。そして、中国強いチームを作ってですね、あの、中国全国のあちこちにいてですね、制覇もできました。すごい成績ですね、作ってきたんですよ。ただしですね、実はあれは全部嘘でした。あれはですね、全部賭博だったんですよ。で、彼が言ったんですよ、テレビで。 彼らの話でですね、リーさんの話では、自分はですね、サッカー選手になるのは、ものすごいお金かかりました。家族がですね、かかりました。そしてサッカー選手となって、高収入を得ることができました。サッカー選手として引退しましたが、監督となったんですよね。監督となって、やはり、あの、試合とか、成績良くなければいけませんので、注目されませんので、注目されなければ、 中央政府もですね、中央の官僚にも注目されません。そうすると、昇進昇級はないんですよ。やはりですね、注目されるために、成長、あるいはチームをですね、強くしなければいけません。ただし、自分のチームをですね、強くするには、時間はかかるし、自分のチームにはですね、自分と同じような人間はいっぱいなんですよ。家族をお金持ちで、あの、楽で何もしない子供が多いんですよね。そうすると、どうするでしょうか やはり裏で操作するんですよ。彼は元サッカー選手ですので、各チームにでですね、交渉するんですよ。この試合ですね、3対2にしましょうよと。今回我々勝つようにしましょうよと。そうするとお金、こんだけを出しますよと。そういうふうに交渉していくんですよ。交渉していてですね。で、次は、例えば来年ですね。またあなたの番ですね。そういうふうに決めていくんですよ。つまり、 試合ですが、全部練習なんですよ。全部裏なんですよ。裏があるんですよ。中国のサッカーの試合ですね。全部嘘です。そういう風にですね、彼が発言しました。ただしですね、この精度がですね、悪いんですよ。自分も悪いんですよ。この精度が悪いんですよ。つまり、中国はこの腐敗の中の環境の中ですから、サッカー選手は絶対に成長しません。この環境の中にいるわけですから、悪いことしなければいけません。 そういうふうに言ったんですよ。そして彼は、まあ、消えましたね。そういうのがあるんですよ。つまりですね、外国人とは関係ないんですよ。いくら外国の人材を、ま、サッカー選手さんですね、受け入れても、私は効かないと思うんですよ。やはり、この制度自体がダメなんですよ。次ですよ。Voice of America の報道ですが、チベットの大学生さんですが、女子大学生ですね、蔡ジョンさん。 が言いますが、去年12月26日、ラサの警察官に連れて行かれました。今年1月15日、家族はですね、警察署から連絡があったんですよ。亡くなったんですね。警察署で急に倒れて、立つこともできなくって、病院へ搬送されて亡くなったんです。そして、そういう遺体はですね、やはり見せることはできませんので、やはり、まあ、解放ですね、検査しましたよと。 いう話があったんですよ。そして、お父さん、お母さんは、おかしいでしょうと、言いたいをですね。やはり見たいですよね。なので、おかしいではないかというふうに訴えました。逮捕の原因はですね、不明ではありますが、ただしですね、新則さんがネットで原因を言ってくれました。毎年の夏休み、冬休みですね、チベットの子供さんを集めて、無料でチベット語を教えていました。まあ、現地の言葉ですね。 まだ生活困難の子供さんに対してそういう教材も提供しました。大学ではチベット語、チベットの文化を守りましょうよという活動をしていました。とても元気で健康な子供だったんですよと倒れることは私は思いませんというふうに祖底さんが言っていますので、これがですね、まあ、中国の現状ではありますが。次です、語。アメリカからの情報ですが、 中国の生物科学機構、または企業、そういう研究所もそうですが、アメリカ政府のプロジェクトへの参加を禁止にしようという話が出ています。原因はですね、中国のバイオ産業は軍とつながっているからです。特に DNA 機構、生物研究所、医学実験所もそうですが、軍とつながっています。現在法律はまだできていませんが、ただし法案としては国会、 提出しました。原因はですね、アメリカ人の健康を守るためではあります。敵国ですね、米国人の DNA 情報を知られると良くないですよね。そういう話がありました。そして、香港の株式場に上場している UCAPP Tech という会社があるんですよ。役名高徳という会社ですが、この会社もそうですが、子会社もですね、株価は下落しました。 自信史で32%も下落しました。原因はですね、この APP テックの収益ですね、46%はですね、アメリカのお客さんからなんですよ。この会社がですね、中国人留学生夫婦ですね、アメリカに行って留学していたんですが、で帰ってきてこういう会社を作ったんですよ。これがですね、よくある話ですが、 アメリカだけではありませんが、まあ、先進国ではですね、やはりそういう DNA とかですね、やはり研究は厳しいんですよ。やはり公開しないといけませんし、公開すると、これはやはり研究は危険ですよねと言われます。なので、中国の会社に、まあ、研究してもらうことが多いんですね。まあ、人件費の問題もあるとは思いますが。なので、中国ではそういうことをやるんですよ。中国でやるのはですね、いいんですが、でもですね、そういう 言える方とかもそうですが、そういう指導もするんですよ。機械も設備も提供するんですよ。これで中国の技術ですね、どんどん上がっていくんですよね。それもあるんですが、まだですね、もう一点、一番大変なのはですね、中国の管理が図んですから、これを研究してやってですね、それを漏れないようにですね、どうするのか、みんなルールあるんですが、そのルールをですね、守らないのが中国ですから、それがですね、大変なんですよ。 で、そもそもですね、中国政府がルールを無視するんですよ。新しいルールですね。今のルールを破って、新しいルールですね。自分の都合のいいように作ろうとするんですよ。これが中国政府の行動ではあります。実はですね、中国研究所とかですね、みんな同じなんですよ。つまり、外国が作ったルールわけですから、我々には要りません。そういうのがですね、もう文化として、思想としてはあるんです。なので、 こういうものをですね、やってはいけないというふうに私は思います。まあ当然ですが、危険なく一人にですね、やはり悪いことを考える人に武器をですね、渡したら危ないですよね。そういうイメージなんです。また中国の社会、経済について話をしたいと思います。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。